2018年はどんな年にしたいですか？2018年。まあまあだからいつも座右の銘とかね、はい、今年はどういう目標でとか、うん、ワクワク死にたいとか、うん、いろいろ考えるんですけど、うん、今年は、人間時々天使かっこして鬼、うんっていうのをテーマに生きていこうと、うん思ってるんですよ。人間として生きていってるけども、うん、時々天使になったり、うん、時々鬼になったり、うんしたいんで、うん人間時々天使というテーマで行こうと昨日心に決めました、うん、鬼っていうのはやっぱり鬼にならなきゃいけない時が来んね、心を、鬼にしてっていう日が来るんです。でもそれを時々にしようと、いうのを心がけて、生きていこうとは思ってんねんけどね、もう、そういうテーマです。バラエティを見る視聴者の方々の変化みたいなものは感じたりします？あ、もうこれはもう大きく変わってきてる、のも事実やね、そのバラエティに対してでしょ、だからバラエティファンは常にいてくれてるというのも事実やけども、テレビの見方がバラエティ番組の見方が違うし、テレビ良き時代だったり、バラエティ良き時代のとはもう暗いもんならないぐらい、人数も減ってるし、これはもう仕方がない。テレビが何が変わったと思います？だから見る、視聴習慣がテレビを楽しむ、テレビを今日帰って見るっていうような時代はもう、ちょっとすまん今日テレビどうしても見たいテレビあんねんっていう帰る人最近会ったことがないんで、もちろん録画機能も良くなったり、してるのも事実ですけども、でまあお笑いに対しての感じがやっぱり若い人たちとか、もう若い人でも40代でも変わってんのかな、30代かなの人たちでもかなり変わってしまったっていうのは事実ですよね、お笑いというジャンルが確立されていったとは思うんですよ、むしろどんどん、でもやっぱちょっとバラエティ番組とかはやっぱり変化はすごい感じるわけですね。そういう変化というか、要するにテレビ局が今作らせてもらえないし、ね、コント番組は数字取れないからとか、バラエティ色が強いと数字取れないとか、そういう時代に来てしまってるんで、今、ね、ゴールデンタイムでコントやってる番組はないですね、今ないと思うんで、だからそれを土曜日の8時にできてた俺たちね、そう考えるともう大きく違うっていうのは、でまあ、舞台をコントでやるとお客さん喜んでくれはるから、コントは嫌いじゃないと思うねんけど、テレビ的にああいうコントをやるともう、見なくなってるっていう、一部熱狂的な不安だけ残ったっていう形にしてるっていう、予算の問題なんですかね、それともチャンネルを変えやすい、予算の問題もあるし、見ないっていうのも、あると思う。数字でね、数字で見ないっていうのがある。ただまあそういうのを守っていかなあかんなっていうので、向上委員会っていう番組はをやってます、だからコントでは企画書通らないんで、ああいう形で、まあ、あれもずっとコントが続いてるようなもんやから、そういう番組だけはフジテレビさんがやってくれるので、ありがたいと非常に思ってる、ああいう番組は残さなきゃいけないという勝手に責任感を感じて、やらせていただいてます。フリートークなんだけれども、まあ、全部コント仕立て、コント仕立て、実は全部あれもうネタやからね、だからそういう風に見せるようにはしてますけども、それからセット組んでメイクして、あれをやる時代じゃないんだろうとは思う、見ていただけないだと思うな、本当それを思うと、ひょうきん族でものすごいセットを組んで使わないみたいなことができた時代っていうのはすごかったんだなって。ものすごいすごいセットの中で、くったらんことを二人が目の前でやってるっていう、とんでもないセットの中にね、でくだらないことをするギャップの面白さがやっぱり あったんで、それはもうあの時代のことだろう、まあ、これからどうなっていくか知らんけども、っていうのはありますね、でもやっぱそういう義務感みたいなものあるんですね、残していかなきゃみたいな。だから後輩たちにね、後輩たち の道しるべ、道を作っといただけなあかんとは思うんだけど、まあ、所さん曰く、さんちゃんさ、後輩の、道を作ってるつもりだけど、一人でぐるぐる回ってるだけだよって言われて、それは嘘
嘘やなと思ったけどもみんなもそうそう言ってたから誰も後ろついてきてませんからいっぺん振り返ってみながれって言われたことがあるんですよ。だから今振り返って本当に誰もいない、でも遠くにいるとは思うねんけど、なんか若手のために道開いてると思ってるのは、さんちゃんだけで、若手は誰もついてきてないよって所さんには言われたことがある、好きなバラエティっていうのはどういうものなんですか。好きな、まあ、コントやらせていただいたり、するのは一番いいんですけども、まあ、要するに俺が20代後半の時に、うちの師匠がいつも、雑談が、で雑談をテレビとか舞台で、できるやつはすごい、っていうので、さんまのまんまも局の反対を押し切りながらゴールデンでああいうトーク番組がない時代やから、みんなは反対してそれを成功した時にやっぱりどっかでガッツポーズ取ったり、してたのがあるんで、だから雑談で今、展開してるような番組、まあ自分の番組なんですけど見たり、してますね。だからやっぱりお笑い色が強いバラエティが好きですね。いいともで雑談するのも画期的でしたもんね。あれももう画期的な時代的にはもうあれもディレクターたちはいやそれは無理でしょうって、同時期に言われたのは覚えてますね。でも雑談コーナーが世に出た時は、もうタモリさんもそれはもうあれはすごいことだよなって前お会いした時に言っていただいたんで、2人で喜んでました。視聴率についてとかどういうふうに思ってます。視聴率はもう我々世代はもうね、なんかもうダメなんですよ。振り幅がすごすぎて、要するに30を狙おうとか簡単に言ってた時代、なんで、30いくかもわからんとかいうのは、言ってたのが、今 12-3% で、ありがとうございますってディレクターとかに言われる時代に来てるんです。俺ら 12-3% ってあこの番組終わるなっていう時代なんですよ。だからその振り幅がすごすぎて、なんかわけわからなくなってる。もうええかっていう、もうどういうことって、その12%でガッツポーズ、取られた時には30を経験してきてる、タレントたちはそれでいいのっていう、感じはしますね。だからそういう視聴率は気にしないようには一応してますけど、視聴率が良かった方が、まだマシ、まだマシぐらいそうそう、だからもう仕方ないもん、こんな時代に来て、で、まあ、前も言うのにこうしてネットフリックスさんはあるわやな、他のお金を払うテレビがいっぱいあるから、それはもう仕方ないよね。で、民放の一局が他局ライバルだけじゃなくなったんですね。っていうことを考えると、それはやっぱりちょっと大変な時代に来てるかなと思う。で、数字が悪いスポンサーさんがつかなかったりとかするイコールしてくるんで、なんか、テレビが変わってきてるんだら、それを受け止められない、自分がいるんで、まだ、テレビを愛しすぎてテレビ本当好きですよね。そうそう、だから本当に人を好きになる気持ちってこうやねんな、これが女に変わればええねん、このテレビ好きを、女性に変わったら幸せに暮らせんねんな多分な、それがこっちの方に行ってるんで、だからバラエティを超える女が現れてくれないかなとか、これぐらい夢中にさせてくれ、俺を夢中にしてくれっていう長寿番組、まあさんまさん よくやられてますけど、はいはい、そういう風になる特徴とかってあるんですかね。いやだからどうも面白いものを作れば、それが続けば、長寿番組になるというだけで、それだけのことやな。自分で何か意識したりとか全然ないわけですね。ないです。我々が入ってきた時はバラエティ2年説
バラエティは2年続けば十分だという時代にバラエティやってるんで、もうもっと先を行けば、昔に戻れば水泳大会の、応援団に選ばれれば、その応援団の中に入れば、アイドルたちが水泳泳いでる中で、別撮りやね、別撮りなんでしたね、かわいそうにもうみんな、別撮りで、はいこっち、お笑い集まってとか言われて、頑張れって別撮りで撮られるんですよ。その惨めさはあるんですけど、その中に選ばれるだけで嬉しかった、テレビに出れたっていうのを喜んでた時代があって、それからレギュラー、に入るも喜びもあって、それをメインでやる、どんどん、こう変化していく中、テレビに一回でも出れたらええかと思って入ってきた人間が、長寿番組を作ろうなんて夢も持ってない、ただ偶然長寿番組になったっていうだけですよね、いや偶然じゃないんじゃないですかっていうのさんまさんがやったからじゃないですか、それが欲しかったのよ。さんまさん主導の番組は比較的続くようなイメージがありますよ。他の人がいると他の要素も出てくるけど、まあ長寿番組が多いっていうのは事実ですけども、ひょうきん族とかだとさんまさんだけの意思じゃないじゃないですか。そう、だからひょうきん族8年ですか、たったね、ただそのこの間めちゃイケが来年の3月で終わるらしいんですけども、岡村から連絡があって、終わりますと、すいませんって俺何を言ってんのかなって、岡村が、すいませんって21年頑張ったんですけど、頑張りきれませんでした、え何やって言ったら、いや土曜日の8時、さんまさんに返しますからって言われて、お前何をあれ俺の枠でも何でもないし、ただ岡村世代はやっぱり土曜8時はひょうきん族のイメージがあって、ひょうきん族の流れをめちゃイケは話題で守ってきたっていう、岡村の中にあったみたいで、21年もやったやつが8年しかできなかった俺たちに返しますってどういうことやねんっていう、でお疲れさんいう話はしたんですけども、さんまさんに返されるわけでもないですもんね、だって岡村芸人同士やからね岡村が言うただけやから、テレビ局が別にさんまさん帰ってきましたよって言うわけじゃないんで、あの枠をさんまさんにお返しますって言ってくれたのは非常に嬉しかった、岡村も自分のラジオで初めてさんまさんに褒めていただいたって言ってましたけども、そうか、この世代の人たちは、土曜8時はやっぱりそんな目で見ていただいてるんだと思って、改めてひょうきん族の、すごさが、身に染みましたね、そうか、あれも8年だけなんですね、たった8年です、その前はバラエティ2年説で、ひょうきんが3年超えた時、よう届いてますねって言ったから、それが8年続いたっていうだけのことです。テレビ番組の視聴スタイルについてちょっと聞きたい部分があるんですけど、テレビっていつ どこで見ていらっしゃいます？俺は、ソファで、大画面のテレビをいつもソファから真正面に向かって見てますけども、飲んだりしながら、そうだ、だから、でも、寝ながらとか、何々しながらはほとんど見ない。でもすごい集中して、テレビは見てる、自分の番組もそうやし、人のもちゃんと一応正面切って、見てる、まあもちろん深夜になるとお酒飲みますけども、それまでは正面向かって、まあまあスポーツ中継も見てるから、あれなんですけども、結構真剣に見てる、みんな、テレビをこんなしながらとかよう、みんな言うけど、ああして見たことない、俺は、だからテレビ、こっちが同じ仕事仲間なんでね、見てるし、世間の人たち、さっきも言ったように、世間の人たちは、俺みたいに体操に思って見てないんだろうなってここまで真剣に向き合ってないんだろうなって、そりゃそうやな、考えてたらこのタイミングで突っ込むか、さんまちゃんとか、誰も思わへん、あ、こう来んのかいとかも、面白い面白くないだけでいいんでしょ、見てる人の方はね、技術論じゃ見ないですからね、技術論では誰も見てない、だから私の番組よく見てるって、たまに飲み会で会うねんけども、よく全部見てるとか言って、俺がそう見てるだろうと思って振っても、
下手やねんな、うん、やり方が、はいはい、分かって知ってるだけで、うん、じゃあお前な見てんねやったらできるやろって、うん、説教してしまうことがあるんですよ、うん、あの一般の女子にお前こう言うたらこうやったらあのテレビはって、うん、そうだったそうだったとか言って、うん、だからあ今なんかほいでほいでっていうのをすごい使いたがるよってな、うん、あの飲み会の女は、はいはい、でその使い方間違うし、うん、振りは下手やわって、うん、たまにそのわーわーにぎわってる、うん、酒の席も、うん、お前なちゃんとやれへんかったすんなとか素でダメ出しを素でダメ怖いとか言ってますけどいやそれむやみに俺たちの技を、ね、うん、ここで、うん、こっちはお笑いの芸人やから、はい、みんなできるんですよ、うん、それが素人ができると思って やり出そうとするやつはいつも止めて注意する、うん、だからそういうもんじゃないです、うん、あの彼女らは楽しんで見てるんだと思う当たり前ですよふっとねお前なそのままやったら踊ることに出られへんぞとかよく言ってしまうよく言ってしまうんですよ出たくないしとか言ってますけど、うん、ふっとお前どうなりたいねんって、うん、そんなトークじゃもうあかんぞっていう、だからまあ友達仲間ではすごいトークやって、この子面白いのとか言って、そんなやつ絶対面白くないねこっちからすると、はいはいはい、うん、その女の子の仲間だけでは面白いやるけど、うん、プロがいてて、うん、そこに向かってくるのは絶対あかんでね、はいはい、うん、これはよく注意するそれはもう大竹しのぶさんにも怒られたんですけども、職業病的なもんがあって、うん、職業病なんですけども、うん、今日ね面白い話があった、面白いって言うな、うん、ハードル上がるからですね、なんでってなんで言っちゃダメだろう日常会話 で、ね、分かります、そんな技術使う必要ないやんかほいでオチがないんですよ、うん、どうだオチはって、うん、あのねオチなんかいらないのよ私たち、うん、もういい加減にしてとか言うて怒られたことよくありますね、うん、えってこんだけ聞いたのにで途中お前余計な話お前惚れ込みすぎやねんとか言って、うん、言ったことはあるのも事実、これはもう完全に職業病ですね、うん、僕はやっぱどうでもいい話なんですけどから始まりますよ、やっぱり面白い話とは言えない、ハードルを下げてから上げていこうみたいな、だから、うん、それはお父さん気分で緊張とか緩和やから、うん、今日怖かったんやから入った方が緩和が大きくなるっていうので、うん、面白かったなよってもう緩和してしもてるからね、うん、そこ緊張させなあかんから、うん、だから本当はもう、うん、怖かったの今日大変だったのから、うん、素人の女性は入ってどんな話でも入った方がいい、うん、なるほど、うん、10日前の話なんだけどはダメで、うんうん、昨日さって入った方がいいって言ったらそこは事実である必要はないんですね、そこは事実である必要はないだから緊張いかに緊張さすかってやっぱ10日前の話よりも昨日なって言った方が、うん、ついさっきぐらいの方がちょうど緊張感は深まるんで、うん、なるほど、その手法です、うん、それも治郎さんもそろそろ覚えていった方がいい、はい、テレビをスマホとかタブレットで見られることについてはどう思いますか。俺らはもう見てほしくない、うん、でもそれが今やろ、うん、それが今やからネットフリックスさんも、うん、そこも狙いがそうですね、あったりするし、うん、ドラマ作るにあたって、うん、すいませんがなるべく20分で上げてほしいんで1本ね、うん、あそうか、いや携帯で見る人が多いんでって言われると、うん、もうすっごい切なくなる、うん、うん、だからこんなもんでテレビを見るなんて、うん、夢にも思わなかった時代、うん、俺ら50インチが出た時に、うん、こう買ったよ俺買ったよ50インチっていう大きさを自慢してる世代やから、それがこんなもんで見られるっていうね、うん、その照明さんの努力もこれでは伝われへんやんか、うん、そう思うと各おのおのポジションの、うん、人たちが番組作りに携わった人たちが かわいそう に思える、うん、時代の人間、うん、なんかこれでええねんけどね、うん、別に 今やねんからこればっかりは仕方がない、その間に俺が一生懸命もし喋ってる間に誰かから電話あったら出ようんでね、うん、ちょっと待てと俺が
が練り練ったネタをそんな友達の電話でちょっと待ってはいもしもしとか言ってねえすごいええところを飛ばされるか分からないんだから、うん、もう許せない正座して見てほしい、ね、テレビを皆さんにも自分のように真剣に向き合ってほしいできればテレビをもっとあのすごいもんだと思って見てほしい、うん、他の芸人さんの番組も相当チェックしてるっていうのも有名じゃないですか。まあまあ、あの、うん、噂の番組それもさっき言ったように噂の番組とか、うん、あのタレントさんとか、うん今は売れてきたとか、うん、それはもう要するに今度俺と絡むだろう、うん、絡んだ時に見といて何をやってあげたらええのか、うん探すために見てることも多いんで、でまたそいつらが今売れてるネタを広げてあげるのはこっちの仕事なんで、うんそのためにも、うん見ます。で R1 だ M1 だとか大会、うん、大きな大会はあの俺と被らない人を探すって、うん、あ今年も大丈夫ってとか思って見てるのと、やっぱりこっちがやっぱりあの表金属でやるもうバラエティ全盛時代に生きてきたわけやから、うん、いろんなことやってんねんね、あの、うん、出来不出来は別にして、はいはいはい、あこの若手がやってんの俺はやってたな、たけしさんととか、うん、あこういうケースもこれもやってたなっていうのがやっぱり続くんだよ、うん、笑いっていうのはもう結局緊張の緩和しかないんで、はいはい、そこがこの緊張の緩和しかないところをいろいろ言葉だキャラだ、うんとかを乗せながら、うん笑いっていうのが、うん、お笑いタレントがいっぱいいるわけやから、うん、いっぱいいてこんないろんな種類が笑いがあるとか言いながら結局緊張の感は一つしかないから、うんはい、そこがもう非常に難しいところだと思うし、うん、やりがいあるところだな、うん、だから見る見る。でも他のお笑い芸人のバラエティはもう野犬のような目で見てるらしい、うん、なんかこうどうしようねこれとか、うん、あこうするかとか、うん、なんかもうすごく仕事責任者のような現場監督のような目で見てしまってるのでかわいそう出てる人、ま、全く甘やかさない感じなんですね。甘やかさないっていうかあそうかこうかこのこいつらこういくのかこのテーマで、うん、とか、俺との違いを探る、うんうん、し結局俺のがいいと思う、うん、それを散々見た後で自分のまた見て、うん、そうそうそうその繰り返しだから本当にもう娘にもちっちゃい時もう非常に悪いことして、うんナインティナインが4、3、4、ナインティナインさんが面白いって言って、うん、俺はナインティナインも好きやし、うん、知ってるし、うん、でもバッえどこがや、うん、って言うたらしいな、はい、俺が「ナインティナインさん面白いよね」って言った時「うん、えどこがや」って俺は参考のためにね、はいはい、3歳4歳の子が、うん、お笑いを見て面白いというのは、うん、どの部分が、この子らは、うん、ちっちゃい子は面白いのか、うん、俺がどこが足らんのか、うんと思って「どこがや」ってすごい形相で。うん見たのを、うん娘が覚えていて、だから他の番組見てても俺が部屋に入ってくるとパンと俺の番組に切り替わったりよくしたやばいってやばいってだから見たい番組を見れてないとは思います、うん、かわいそうなことしてる、うん、なんか ついついライバル心になってしまうのが、うんなんかそういう感じやね。確かにねそのぐらいの年齢だと多分岡村さんとかすごい分かりやすい感じのね、まあまあ現に俺は岡村面白いと思うよ、うんうん、思うからただどこがって、うん、聞いただけそれが怖かっただけ絶対それ俺の方が面白いだろうがっていう空気が感じますよね。家族にも伝わったみたいないうのがかわいそうやよね、お笑い芸人の家族たちお母ちゃん笑っちゃいけない感じ。お母ちゃん笑っちゃいけないし、うん、認めたくなくても認めなしゃあない感じがするやろから、うん、せやな、うん、もうだからもう俺本当は60歳で引退して、うん、ゆっくりバラエティ見たかったのも事実です、うん、他の人のね、はいはい、もうみんなが笑ってるような、うん、
一般の人たちが、うん、笑ってる見方を一度はテレビでしてみたい。だって18まではそれできててんから、うん、はいはい、18以降この世界に入ってからそういう見方できないっていうのがなんか不幸っちゃ不幸。どうしても同業者としてどこか冷めた目で、ね、ドラマも自分なんかヒットドラマとかやってしまったから、うん、そういう目で役者としてなんか俺、うん、なってないのに、うん、あこういう芝居するかとか、うん、あここでこうかとかいうのが出てきてしまってるんで、うん、非常に反省してますね、うん、例えばね島田紳助さんとか今はもう冷静に見れてるんですかね。あいつはもともとあんまり見ない、自分のも見ないタイプの人間だったんで、うん、もうタイプ別で、うん、まあ、紳助はずっとまだあかんあかんと思って、うん、だから見たくない俺の28までの俺やと思いますし、うん、で若手の方も見てないみたいですし、うん、見ない、両方分かれるんですよ、うん、ほとんど見ない方が多いんですけど、うん、上に立ってらっしゃる方たちは、うん、ほとんど自分の番組を見ないとおっしゃってる。そうですね異常だと思いますよ異常やけど面白いから仕方がないそう、タイプ別に分かれますね。これは前に僕がインタビューで印象的だったのが、松本人志さんがずっと見てたのがある時期からこれはと思う部分をカットされるようになったって、うん、見るとへこむから見ないようになったって言ってたんですよ。へえ、うん、まあまあこれディレクターの好みやからな、うん、あるある、それは、うん、あここ残せんかったこの D とか、うんうん、でもまあまあ、もう、題材はもう全部材料は、うん、こっちで全部やってはいどうぞって料理人に任さなしゃあないから、うん、そのシェフのディレクターというシェフがな、うん、料理せなしゃあないから、うんうん、それはもう全然、うん、あこいつの好みかって思えるようになった、うん、いやで見てそれを確認してそれに合わせていく感じなんですかね。いやいや、現場は俺のやりたい、うん、俺の言いたい、うん、方向に向かうようにして、うん、その編集はもう好みやから任せる、もう全部こっちは作りましたよ、うん、どうぞっていう感じで今やってますけど、うん、だからそのディレクターの作りに合わすことはしない、うんうん、ただまあまあ、どこを切っても面白い、うん、どう編集してもどう編集してもさんまちゃん面白いっていう、うん、感じに納得せなしゃあないね、うん、そりゃ、今はだいたい倍取ってんでね、うん、はいはい、番組は、うん、倍取るようにしてるんです。1時間番組は2時間、うん、3時間番組なら6時間っていうのが俺の中の決まりみたいに勝手に、うん、なってたんですけども、だってひょうきんなんて俺とたけしさんは必ずね、うん、メインだから、うん、やりたいことをやるんですけど、あと、の演者はワンシーン一日ワンシーンにかけるんですよ、うん、ほいでそれが朝の10時ぐらいからかな、夜中の2時3時まで、うん、延々そのいろんなシーンを収録するんですよ、はいはい、でその前に受けてよっしゃこれで来週オンエアあるぞって思って帰っても、次もう一つ上を行くとそこを残すから、もう要するにどれぐらいの率で落とされていくのか知らんけど、手応えあっても面白かっても落とさざるを得ない、でまたオンエアなかったっていうみんながね、一流たちがまたこけずられた、あれ面白かったと思わへんとか言われて、いや俺も面白かったよって言うねんけど、そこはもう大量の VTR とディレクターの好みもあるんで、それはみんないろいろだから、それ見てるのはそのワンシーンにかける芸人の一流たちが必死になる様はやっぱり見ててかっこよかったです。最近たけしさんの新刊でさんまさんについて書かれた章があって、はいはい、基本的には本当に褒めてらっしゃるんですけど、気になるというかたけしさんらしい表現だなと思ったのが、さんまはすごいんだけどあいつは教養がないみたいな言い方をしていて確かにそれはもう大いに認めます、だから教養がある笑いはしたくないっていうのもあるし、だから教養がないと言われりゃ、うん、そうなんだろうと思うし、うん、両者の違いはそういうとこなんだろうなとは感じますね。あ、そう？たけしさんはその数学とかそういうものにハマったらそこの教養も笑いにしてったりとかっていう、
そういう点では教養という言葉が合うのかどうか分かりないですけども、うんうん、あの武井さんがおっしゃってるのは ものすごく分かる、うん、偉い先生とかと絡む時でもさまさまやっぱサンマ流に持っていくみたいな話です。そうですね、うん、武井さんがよくあの前もおっしゃってたんですけども、うん、武井さん野球選手になりたくて、うん、野球をね、うん、やってて、うん、それで自分がなれなくって今プロ野球選手とか、うん、メジャーリーガーたちと会うと敬語になってしまうって、はいはいはい、でもお前はよって、うん、マー君のことを玉投げやろうと言ったよなって俺それ許せないんだよってあのおっしゃってたことあります。俺はまあまあ俺たちがまあドブ芸人だっていう振りがあってからですよ、うん、所詮、うん、たけしさんも俺もドブ芸人で、うん、芸人よりもドブにいた人間たちやから、うん、ドブ芸人が今こうしてテレビ出てるから、うん、でマー君がそこの前にいて、うん、そうそうって言ってて、うん、だからお前もそう言うけども玉投げ野郎やでっていう、うん、その流れで言っただけなんですけども、そういうところは、うん、あると思いますね、うんうん、だから どれが教養でっていう、うん、分類分けしてるのかっていうことですよね、うんうん、それは確かおっしゃってることはよくわかる。おさまさんはそういうものに興味がないんだろうなっていうのはすごいわかりますね。その教養的なものというか、うんうん、何か難しいことを言ったりとか、うんうん、難しいことをして、うん、何かテレビでお送りするのはもう他の偉い先生方にお任せしましょうと、うんうん、で仕事で疲れたり勉強で疲れたり、うんしてる人が忘れる笑いを作れればと思って、やってますけども、うん、不安なのはあれですね、邪気を払ってないからまた何か来る可能性もっていう。 いい子に育ってんねん徐々に英語に育ってるから、あの今日、あの吉田君が帰りも事故ったら俺が払いに行くこれだっていうやっぱり俺かって、思うように、なるからな。だからまあまあスムーズに何もかも行くより、うん、いろんなことあった方が楽しいのは楽しいねんけどもな、うん、そのもういろんなことが起こってしまうから、うん、生きてる上においてはな、うん、だからそこをいかに楽しめるか、うん、そこだけやな、うん要するに苦悩を楽しめる、うんようにもっとなりたいっていう、うんかなり他の人よりも、うん、あの楽しめてんだけど確実にそうです全く見えないですもんそこが天才的なところで大変なことあるはずなのにっていうそうそうだからそこは人よりも今ちょっと力はね、うん、つけてると思うんでね、うん、嫌なことを楽しみに変えられるとか、うんそれをもっともっと人として、うんやっていきたいと思うね、うん、何でも笑いたい全部笑いたいと思う、うんうん